皆さんこんにちは、しほチャンネルのしほです。今日はゆるい感じで準備動画を撮っていきたいなと思います。友達と遊ぶので、はい、あんまり凝った感じではないので、 BGM 代わりにでも聞いてくれればいいなって思ってます。これ使います。いつも通りこれです。パウダー、はい、ちょっと今日はクッションだったのでツヤっぽくして眉毛描きます。なんかこの準備支度動画ってやつ見るのも、これも結構私好きな動画の一つで、みんな普段どんな風に支度してんのかなとか見るの好きです。ノーズシャドウ入れたので、あとハイライト入れます。詳細、使ったコスメの詳細は概要欄にちゃんと書いておくので、それを見ていただけると嬉しいです。ちゃんとね、概要欄も凝るように心がけてます。ちょっとリップ塗ろう。暖かいのでピンクっぽくしようかななんて思ってます。これで、この前紹介したインテグレートを使って、でもピンクってすごく目が腫れぼったく見えちゃったりもするから、使うのがすごく難しかったりするんだけど、やっぱ春だしたまにはこういうメイクもいいかなっていう感じで、肌が乾燥してんのかな、すごくなんかひりつく。ビューラーします。してアイライン、もうほんと大体は毎日メイク、いやでもさすがにこんなピンクメイクは休みの日しかしないですけど、こんな感じで、それから今日はブラウンを使います。これをこのフルボリューム、フルボリュームにセットして塗ります。なんかよくまつエクですかってコメントとかインスタライブとかやってた時に、まつエクですかっていうコメントが結構あったんですけど、自まつです。まつげのケアの動画もあれついちゃった、上げてるんですけど、まつげは大事にしてます。こんなもんかな。なんか眉毛がなんか変。これ全然使ってないから、これ使ってあげよう。でメイクにちょっと終わりが見えてきたので、この間にアイロンをセットオンにしておきます。今日はこれとこの2つを使います。シャネルのリップ塗ります。ちょっと唇にファンデーションついちゃってるから、これをします。そしたらこれを塗ります。ピンクって感じ。上にイヴ・サンローランのブリュベティントインオイルの3番
これを塗ります。塗ります。すごいうるってするし、この味も好きで結構使います。はい、メイクが完成しました。髪の毛やります。前髪をここかな、前髪をカーラーで止めておきます。アイロンはこのクレイツ、今日は32ミリにします。26ミリも持ってるんですけど、